皆さん、こんばんにちは。デビルは演じるジムです。バイオハザードビレッジ、続きからやっていこうと思います。はい、というわけで、そうね、前回目ん玉外したとこまで行ったんかな。で、これもまだ。ってなわけなんで、続きからやっていきましょう。まだ大丈夫やったはずで、これがまだちょっと謎いのよね。これがちょっとまだ何か分かってないから。で、アイテム、これや、目ん玉をはめに行かなあかんから、目ん玉をはめに行くと。誰の声？イーサンか。イーサンって咳込んだっけ？気のせいか。まあいいや。こっちは外せる。外したけど何もないよな。多分。アイテム的には、ちょっと待ちたまえ。何もないと思うわ。もうメインホールしかないよな。メインホールに若干何か取り忘れがあるな。ちょっと待ってね。何もないけどな、別に。ここかな。違うな。あ、これや、壺や。よし、以上かな。OK。じゃあ次進んでいくけど、何も。出た。血飲んでたな、お前らな。血飲んでたな。なんか選挙カー通ったな、今。うるさい、今俺バイオしてるんだ、お前黙ってろ。ちょっと待ってね。あ、薬液、そうです。で、これをはめなあかんねんけど、これは確か違うよな。目ん玉はめる場所がどっかにあるはずやから、おかんねえ。しまっとるな。目ん玉はめる場所どこやったかいな。ガンパ。あ、ここや、目ん玉はめる場所。あ、違うわ。嘘嘘、めっちゃ嘘ついた。 もうマップが覚えられへん、マジで。もうこの城ほんま腹立つわ。もうなんちゅう城やねん、しょうもないやん、ほんま。金。こんなややこしい作り作んな、ボケ、ほんまに。ここや。ここに目ん玉をはめてと。で、奥へ進んでいくんやけど、ここで来るよね。来るぞね。わかったよ、おばちゃん。おばちゃんじゃねえや、お姉ちゃん。いて。虫女。確かこっちで合ってるはずやぞ。しんげ。よいしょ、これどっぽいせーっと。うい。よいしょ。オッケー。で、こっから牢獄へ行くんやけど、メイデンのステージですね。そこへ行くんやけど、ここが俺すっげえ嫌いなのよな。正直ここ嫌いなんで、もうさっさとゆっくり、さっさとゆっくりということでね、さっさと行きましょう。あ、まだか。あ、まだや、嘘ついた。ちょっとストーリーをまだ若干、把握してないので。あ、ちょっと待って、なんか取られんかったかな、ここ。よいしょ。なんかよいしょ。なんか取れんかった。あ、取れたな、よっしゃ。あの地下牢のとこはもうすっごいやから、もうパパ進むで。 もう一番嫌いなとこやから、もうパパパと進むで。おばちゃん、さあ行くぞ。来
からの、ここはまだ出えへんはずやから大丈夫や。ここはまだ出えへんはず。確か。なんかあるな。ハンドアの弾。ハンドアの弾がいっぱいあるのは結構いいことですね。弾は慎重に使っていかないと。無駄打ちしてたらすぐなくなる。よし、金拾って。67発もあるわ。最強や、もう。あ、ここですよ。これね、ここの、ここにね、2つつけるんですよ。だから、この辺の位置でこうやって、で、これもこの辺の位置で1回止まってから、こう打つと。こういうことですね。OK。で、下へ行きます。下へ参ります。あ、じゃなかった。あ、さあ、こっち開くんかい。はい、こっからですよ、メイデン。俺の嫌いなメイデンゾーン。あ、さっきも言いましたけど、マジでここはパパッといきます。はい、もう嫌いなんで。大嫌いなんで。回収できるものは回収してパパッといく。もう嫌なんです、本当に。もう本当嫌で、嫌です、本当に。もう噛みまくってるけどな、今日。こっち噛みまくってるわ、なんか。あ、こっちは来たか。ごめんごめん。あ、ごめんごめん。うるさいな、もう。なんか謝ってしまうよな、なんかびっくりしたら。なんでやろう。ここはまだ何もなかったはずやねんけどな。いや、多分ここも前の、消した動画のあれ、ここはもう絶対進んでるはずやから、もうここは初見じゃないから、なんとかパパッと行こう。この辺から出えへんかったっけ、ひょっとして。なんかあるわ。ああ、はい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 。ああ、被験者の名前のやつですね。被験者っていうか、実験台の名前のやつですね。ちょ、もう。ちょ、待って、このエフェクト忘れてた。お前、ほんま、やかにしとけよ、お前。今、マジでびっくりした。今、本気でびっくりした、俺も。おるよな。ちょっと待ってね。おるよな。おるな。おるよな。ハンドガン結構使わせるな。ショットガンでいくか、ここはもう。とりあえずダメージの低いやつはもうショットガンでなんとかして。あとヘッドショット一発で死ねへんか。無理か。あ、無理や。なくそ。ああ、怖かった。こいつら地味に強いよな、体力多いのよな。ショットガンであのダメージやもんな。ちょっと待ってや。ここも来るんちゃうかなと俺は思ってるんだけど。はい、来た。よっしゃ、よいしょ。早くたばってくれ、もう。ああ、もう嫌。早くショットガンの威力を上げたい、マジで。まだおるか。で、こっちのアイテムは回収してるよな、俺。もうこの音楽、いや、やめてほしい、ほんまに。はいはいはい。回収して。ここも回収しますと。スクラップ B 回収しますと。おるな。おるよな。
うわ、出てきた。びっくりした。もうあかん、ショットガンでいく、これはもう。と見せかけてハンドガンでいく。ショットガン一発とハンドガン何発になるとなるか。おう、来た。じゃあもう下がれ、ステイバック、ステイバック、ファッキュー。よし、終わりかい。イングリッドの守り。あのイングリッドっていう子が確かあのメイリーの主人公なんですよね。おるね。はいよ。あとはハンドガンでいこう。よし、こんなもんかな。あー怖、もうええわ、もうええ、もうええ、もうええ、もうほんまにこいつ嫌い。ライカンより嫌いや、ほんまに。もうライカンが可愛く見えてくる、ほんまに。もうマジでこんなとこから出てきやがったんか、お前。ほんまボケが、ほんましょうもない。以上、次進みましょう。もうできれば長居したくないからな。で、ここで多分ボス戦が始まるから気を引き締めていこうということです。ほら、落とせばいった。こら来るで。来ない？あれ？カサンドラ、あ、来た。こんな面倒なことで、すぐに向かいます。ここの順序、結構攻略ポイントなんで、皆さん見てくださいね。動画チェックしてね。行くで。ショットガンの弾拾ってこっち行く。で、すぐ薬液拾ってこっち行く。どこへ行くつもりなの？おお、来た。画面明るくなってもブザイクやな、お前は。あー、気持ち悪い。向こう行け。貴様が霊気に弱いことは分かっている。霊気というか外気に弱いことは分かっている。くそ、己人間ごときが。ふん、何の知識も なくお前に立ち向かうバカじゃねえよ、この人間無敵が。おら、どうして私がこんな。かかってきな。はあ、心臓痛い。もう結構こいつ動き早いから、もうさっさとやってしまうのがもう手っ取り早い、正直。うん、はあ、怖で、結構なんか連チャン攻撃とかしてくるから、もう一回連撃食らうともう食らいまくるから、ダメダメダメ。ああ、怖かった。で、あんなふうにね、あいつ外気に弱いんで、窓を割ってね、外気に触れさせてやるともう弱体化します。はい、ここで特産品サンベルジュをゲットしますと。はい、特産品ですよ。あ、メモね。はいはいはい、よいしょ。で、もうちょっとでもう初見プレイのとこまで戻るので、そこまで行ったら、ちょっと慎重プレイに戻ります。はい。今こうやってサクサク進めてるけど、前の動画のとこまでは把握してるから、そうそうそう。なんやけど、もうちょっとでもう、初見プレイのとこまで戻るから、もうそこまで行ったらもうまた慎重に、ビビリプレイに戻るからね。そこはもう、ご了承ください。アイカチャリンコと開けて、おっしゃ、換金アイテム。そろそろショットガンを強化したいところではあるんだが、まだ出へんよな。よし、で、確かここまだ開けへんから、で、鍵取らなあかんのよな。鍵を取らなあかんねやけど、ガンパウダー、鍵取って急いで出るっ
っていうやつやったと思う、確か。別にここも何もない。さてさて、行きましょうか。ここは開けて、で、場所覚えとこう。パパパッと逃げて、すぐに通れるようにね。段差、階段降りて、段差中階段降りて、こっちやな。もう覚えた。もう大丈夫や。行こう。サンビルジェお供えに行こう。で、ここでサンビルジェをお供えしますと、そしたら謎のドアが開きます。で、ここで鍵を入手します。鍵こっちで、ここにアイテムあるからガンパウダー拾って、で、これが鍵ですね。中庭の鍵。さあ行くぞ。で、こっからも心臓バクバクポイント。じゃあ分かった。こっちやな。来るで、気ぃつけてね。お城案内。来た。さあ行くぜ。中庭へすっと行く。どけ。今の映す必要なかったけどな。早く開けろ、早く開けろ。よし。で、中庭に出ました。はい、皆さんお待たせしました。こっからが完全初見プレイでございます。はい。てなわけで、こっからは慎重に進んでいきましょう。こっから先は僕、何が起こるか全く分かっておりませんので、ちょっとね、慎重に行こう。マジで。で、とりあえずアイテムを回収していきたいので、壺を割っていくんやけど、壺はもうないか？ないか？ないのかい？壺はないのかい？あ、こっちはドアじゃねえのか。あー、壺。壺をくれ、壺。壺をよこせ。あれ、姉子だけやったっけ、壺。あ、あるわ、これ。よいしょ。お金ゲッチュ。お金大事やからね。武器強化していかなあかんから。お金はちょっともう漏れなく拾っていく。これ鍵いる場所よな。鍵いる場所。っていうことは、入れる場所はもうここしかないよな、正直。ここなんかあったっけな。ああ、せや、思い出した。ああ、せやせやせや、ここでやめたんや、動画。思い出した、思い出した。ってなわけなんで、こっから初見プレイでやっていこう。さあ、ヒヤヒヤするぞ。今こっから、まあ、心臓ドキドキやで、俺今。待って、早速ボス戦ってことはまずないやろうからな。なんか創作アイテム作れるか。うわ、怖っ。ちょっともうこっちないわ。ごめんね、おばはん、城荒らして。出ないね。なんかある？ないか。これない。これ開けれるのか。あんまないんかい。よくもあ、ちょっ私のと。娘を痛めつけてくれたわね。うわ、激おこや。激おこぷんぷん丸や。さあ、怒るわな。ああ、じゃあ開かへん。ドア何か所かある？ひょっとして。なるほど、そういうことか。回収アイテムも今んとこ何もなかったな。よっしゃ。では次へ参ろう。進んで大丈夫なのか、これは。怖。調べる。鍵がいる。よし。何これ。お、地図や。来た。やったやった。地図見れるようになった。ここに回収アイテム1個ある。で、何これ。ドミトレスクの鍵やって。で、ここへ行かなあかんのかな。
風呂場行かなあかんってことかな。ちょっと待ってね、出てきたら嫌やからね、ちょっと待ってね、出てきたら怖いからやめてね、その急にわーだけはほんと嫌だよ、嫌だだよって嫌だよ。何もなかった。ごめんごめん、ちゃちゃちゃ、こっちや。何もなかったから、ここはあるな、ガンパ拾って、こんだけかな、廊下 OK。 だからその浴室上とやらに、え、浴室上、なんとか浴場に向かおうか。は？まさに風呂やな。すごいなんかええとこのホテルの風呂みたいになってる。すげえ。おお、エチやこれ。うえ、ちょ、キモいキモいキモい。うえ、ちょ、もうもうもうエチやろこれ絶対。うわ、もう最低やもう。ヴァンパイア伝説もそうですもんね。なんか血のお風呂に浸かったっていう。でなんか若返りしてたっていうなんか伝説がありますもんね。なんかみたいな、何これ、男と女が目を合わせてはならない、何これ、なんとか式辞なんとか式農民は誰にも見向きされず女を見ることも許されない。この像のことか。あ、ちょ待って、これ回せってこと、ちょっと待って、男と女が目を合わせてはならない、女、男で、男は目合わしゃあかんから、男、ちょっと待って、男回すぞ、男は目合わせてはならない、かつ農民は誰にも見向きされず女を見ることもできない、見向きされない、女、ほんなら一回動かすで、今動かしたやつが農民やったとしたらこれを見てもいけないってことや。男と女が目合わせて、これ女か、これは男よな、お、いけたいけたいけた、オッケー、よし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 、すんげえ隠し扉、うーわー、ごっつ行きたくねー、ごっつ、うわ、ちょ待って、ごっつ行きたくねえ、これ。これ下か？下よ。いいさん、降りるの早いな。ちょっと、もうゆっくり降りようや。ちょっともう。わしかて行きたくないやん、ほんま。もう、はよ、うん。もうちょっと丁寧に降りていいさん。な、頼むから。うわ、ちょっともう。血？これも血か？え、ちょ待って、これ絶対自らピョコンって出てくるやつやろ、自らピョンコしてくるやつやろこれ。いや、ごっついや、分かってていくのよ、ごっついや、これピョンってしてくれる、ピョンとしてくるやろ、自らピョンコしてくれる、ピョンコしてくれる、ふぅ、ピョンコしてくるどころか落ちてきたぞあいつ。アイテム、アイテム、アイテム拾う、アイテム拾う、血はなし、あーそこ行かなあかんのか、ピョンコピョンコしてきたら、うわ、ちょっと待って、分かってていくのごっつい嫌や、もう来るの分かってるもん、お金くれんのかい、良心的やな、 この辺ピョンコしそうやな、ちょっとほら、僕はピョンコした、この野郎ビビらせんじゃねえ、この野郎もう、え、後ろおらんやな、ピョンコすんなこれ、OK、あ、うまいこと必勝でショットガン一発とハンドガン一発なんとかなるわこいつ、その方針で行くか。あー来た。来たな。よし。で出発なんだ。あ、やらかした。
よし、危な。ああ、ここの位置で狙うのはちょっとまずかったな、今のな。もうちょっとちゃんとしたとこ行ってから狙えばよかったな。で、こっちもあるのよな。ああ、もうピョンコしたもん。ピョンコすんじゃねえ、お前。帰ろ、OK。帰れ。お家に帰れ、お前はもう。ああ、これホールドするやつや。え、てかホールドしていいのこれ。ホールドしていいやつなのこれ。こっち行ったっけ俺。こっち行ってないな。あ、ここがホールドの扉のとこでっていう感じやな。はいはいはい、了解。受けたまわった。あっ、うん、ちょっと待って、マジで今無言になってきた。怖すぎて。くるくる、あ、これは動かへん。これ落ちてけへんやろな。あ、ぴょんこぴょんこしてる。ほら、ブクブクしてる。これ来るぞ、来るぞ、来るぞな。あ、邪魔。これそのなんか大きいものもうぶら下がってるハム邪魔。あ、くそ。まだ来るよな、これ絶対。ちょっと待って、あれホールドせんでよかったなってこと。絶対ホールドしてもあんま意味なかったか。ガンパウダー、あれホールドしたら何の意味あったんやろ。おい、あ、弾、あ、あ、弾、あ、よし、あとはハンドガンでなんとかなる。よっしゃ、ショットガン貴重やからな、あんま使いたくないんやで。お前4発しかない。ハンドガンでなんとかするか。ぐっ、いって、あ、危ない。よいしょ、ショットガンちょっと弾が貴重すぎてあんま使いたくないんやんわ。わかるね、4発しかねえんだわ。使いどころを考えとるんだわしやな。ちょっと勘弁してくれな。もうだから体力多いねんなこいつマジで。ショットガン一発、ショットガン、ショットガンのヘッショ一発で死ねへんってなかなかじゃないか。あ、出れる？あ、OK、出れる。うっ！もう。今、マジでビビったわ。どっか行ってくれ、もう。どっか行ってくれ、もう。ああ、もう怖い。やめて、もう。はあ、怖っ。うわ、拷問椅子や。ハンドガン、ショットガン弾くれよな。あの、ショットガンのレシピ買おうかな。弾のレシピ。いるよな。おーい、びっくりした。もう何ここ、え、なんじゃいこれ、なにこれ、え、いて大丈夫なやつ、これいて大丈夫なやつ。まだ来えへんよな、おばはん。ここでおばはんわーとか来たら嫌やで。もあ、これめくってあのショットガンドーンってあの一番最初のオッサンみたいなパターンのやつ、ほんま嫌いでも。のセーブポイントきた。浮気します。もう一個のデータあるのは気にしないでください。ちょっと今難易度を上げてやってるのがあるので。やっぱ床抜けるよな、もう。
よいしょ。こいしょ。何？うわちょっともう隠れて隠れて隠れて。ちょ。ケツでかっ。ケツでっかおばさんやん。てか、もうちょっとナチュラルメイクにしろよな、おばはん、ほんまにも。マザー・ミランダ、残念なご報告なのですが、ハイゼンベルクは愚かにもイーサン・ウィンターズを逃したようです。逃したな、逃してくれたね。奴は今私の城に踏み入り、娘たちの手を焼かせております。もし見つけたら。うわ怒ってる、ごっつ怒ってるやん。いえミランダ様、儀式の重要さは私も重々承知しております。必ずやご期待に。儀式って何なの。おーい、めっちゃ怒ってる。儀式など知ったことか。ドミトレスク家にあだなす者は決して許さない。そのヒイラギミーみたいなのやめよお前も。それゲームで負けた時にブチギレするヒイラギミーさんや。やめとけそういうのもう。よいしょっと。大丈夫？こっちへ行ったよな。よし、オッケーオッケーオッケー。あ？あー、何もなかったか。調べる。ミランダお母様に呼ばれる。はあはあ。虫図が走るって。ハイゼンベルグ。はい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 。喉が渇くって、これで人の血飲んでることか。お前どういる。ここにローズがおったことか。あ、これも鍵いる。てか鍵なくね。え、ちょっと待って、鍵、あれ鍵はいい、鍵はいいよ。戻る。あー戻れねー、足場抜けてるから戻られへんわこれ。ちょっと待って、でも取り残しアイテムがあるよな、ここに。これか、ドミトレスクの鍵ってこの辺にあるんじゃん。ってことはないか、この辺にない。このハーブの中とか隠れてないか。ん、天井見てもなんもないな。あ、来た。おっしゃい、ドミトレスクの鍵で、ここ開けて次のステージへ行くということです。ワイナな、しまった、見つけた。最悪や、あんたの娘はここにいないって。まったく、うぅぅぅぅぅ、セーブ書いてよかった。自分の分際で小賢しくも私の城に入り込む。そればかりでなく、その薄汚い手で娘たちに手をかけ。うわ、痛っ。今は私の大切なものまで盗もうっていうの、冗談じゃないわ。てかパワーエグいな。床抜けたぞ。そこで待っているがいいわ。地獄の底まで追いかけてその体を切り裂いてあげるから。嫌です、そんなの。もう勘弁してください。いいさん、構成的やな。そんなこと言うなお前。やだ、あー嫌です。待ってたら来るとかすんなんないやな。あ、ショットガン来た、ナイス。待ってたらそのうち追いかけてくるとかすんのないよな。やめてな、すんのマジで嫌やで俺。ガンパウダー、ここっぽいな。失礼いたします。ちょっとマジでわからん、怖い。大丈夫？けえへんよな。あ、ちょっと待って、こっちや。ちょっと。え、来るよな、これ絶対間違いなく。ちょっと待って。さあ、レッツゴーしましょう。はあ、怖っ。あ、落とせばいった。
オートセーブ入った。もうああ、やだ、ちょっと。戻る。時間的にどう？もうちょっと進んだ方がいい？いや、嫌です。いやー、これ絶対来るよな、やめとこ。はい、というわけで、本日の動画はここまでにさせてください。もう、今この時点でちょっともうだいぶ心臓がやばいので、はい。てなわけで次回はこの続きからやっていきます。はい、てなわけで動画の方グッドボタンとチャンネル登録よろしくやれ。それじゃあ次回の動画でお会いいたしましょう。 See you。 初見プレイはこれやから嫌や。